急性腰痛症、急性腰痛症、急性腰痛症は、突然腰部に頭痛が走る疾患で、関節粘座、筋肉の損傷、筋膜性炎症などの症状を言う。俗症はぎっくり腰。地方によっては、びっくり腰とも呼ばれ、欧米ではその病態から、魔女の一撃とも呼ばれている。急性腰痛症と同意語として用いられることがあれば、 病院等によっては、金性腰痛症や、ファセットペイン等に限定して用いられることがある。急性の筋、筋膜性腰痛、筋性腰痛症のほか、腰椎椎患板ヘルニア、腰椎椎患板マイナス、腰椎椎患関節粘座、ファセットペインや、仙腸関節性腰痛などの病態が多いが、稀に、スプラングバック、トゲ管、トゲ状人体損傷でも、同様の痛みを発する。 発生要因等も様々であるが、主に年齢、ヘルニアは若年性だが筋関係は加齢によって、後発や運動不、急な運動などが考えられる。なお、腫瘍が原因で起きている場合は、夜間痛、安静時痛が多く起こるので、ぎっくり腰のように損傷自由を特定できる場合は少ない。また最近では、原因を特定できない腰痛を、 一食い的腰痛と呼ぶことがあり、ストレスの影響、側座角があると言われている。腰痛とは、腰肺部に疼痛が起こることである。一般に腰肺部痛の場合は、五腹膜臓器の障害、運動器、皮膚の障害、椎間関節の捻挫などが考えられる。五腹膜臓器の内科的な疾患の場合は重篤な、場合が多く、腰痛の患者を見たらまずは、 内科的な疾患の否定を行うべきである。目安として、指針で異常がない皮膚の疾患は、ほとんどない。五腹膜臓器の疾患の場合は安静時痛であり、帯動で痛みが軽減しない、例外が水炎で丸まった方が楽になるのが特徴である。運動器の疾患の場合は運動痛がメインになるのが特徴である。整形外科に腰痛を主訴に、外来受診をする患者は、 非常に多い。しかし発症時の症状が強烈な割に予後が良好であり1週間で約半数が2週間から1ヶ月で約9割が回復していくのが特徴である。家庭医を受診した急性腰痛患者の70%が診断不能で予後が良好でありヘルニアや圧迫骨折などの疾患が約15%であり、癌や感染症が原因となるのは1%以下で、 あるという経がある。すなわち、腰痛のみで運動器の疾患であろうと考えられたら、急性腰痛症という診断で演説を2週間ほど、処方子経過観察をするのが一般的である。他にも、国局、黄色人体飛行など、腰部脊柱管狭窄症や腰椎椎間板ヘルニアは、臨床所見や画像所見で、ほとんど診断できる。しかし中には、 整形外科疾患の中にも注意すべき疾患があり、劣気する。可能性が低いとはいえ重大疾患を初心時に見落とすわけにはいかないので赤旗兆候となるエピソードを探すのが基本である。赤旗兆候としては以下のものが知られている。これらの兆候が見られた場合は、さらなる精査が必要だが、該当がなければ、画像診断なども不要と考えられている。 一月経過して疼痛が持続したら、精査を行うという形で十分である。急性腰痛症として扱うには、腰肺部痛を起こす内科学的疾患を除外できればよい。ここでは、そのアプローチを示す。それ以外の病歴によって、その他の疾患が疑えた場合は、それぞれの項目を参照する。癌の起用などは、非常に重要なエピソードである。 脊椎・脊髄疾患が想定された場合は、神経診断学の知識を用いて、解剖学的診断や、画像診断を行う必要がある。下肢への放散痛が認められる場合は、椎間板ヘルニアが疑わしくなる。腰椎椎間板ヘルニアは9割くらいが L4、L5 椎間板か、L5、S1 椎間板に起こると言われている。脊椎の解剖学的な特性から l L5 追間板の障害ならば、L5 のみの障害か、L5 と S1 の障害が考えられ、L5、S1 追間板の障害ならば、S1 のみの障害となる。障害された神経根を調べるには反射、知覚、筋力を調べるべきである。これらの神経学的初見によって、解剖学的診断を行うことができる。より定性的な初見としては、 寝症状を見る誘発試験がある。最も有名なのが、ラセーグ兆考、SLR テストと呼ばれるもので行画で膝を、進展した状態で下肢を挙上する。全部から膝元に痛みを訴えたら、L5、S1 の寝症状ありということになる。挙上した足の反対側が痛むことがありクロスと SLR という。 FNS テストと呼ばれるものもありうつ伏せの状態で、膝を屈曲し下肢を持ち上げる。L3、L4 の神経根が障害されていると、大体前面に痛みが走る。歌詞放散痛を認める場合も追間板、ヘルニア以外の疾患を念頭に置く必要がある。想定する部位としては股関節や骨盤である。股関節疾患の場合は股関節が外線で、拘縮することが多く、 業外で内線障害がある場合が多い。骨盤病変、特に仙腸骨関節を見るには、ニュートンの試験が有用である。これは業外で腸骨を左右後方へ圧迫し、地骨を後方へ圧迫する。続いて、うつ伏せで仙骨を圧迫するというものである。痛みを訴えたら、陽性で仙骨病変が想定できる。MRI などで診断がついた場合は手術の、 適用などが考えられるが、急性腰痛症のみの診断の場合は次のような治療が考えられる。基本的には筋力を鍛えて痛くならないようにする以外どうしようもなく、サポートをする以外にできることはない。安静にしていれば人体が持つ自然治癒力により3週間程度マイナス3ヶ月以内に自然に治ることがほとんどである。だが、安静にしていられず、 治らないうちに仕事などを再開したことで再発して、そのまま慢化してしまう事例も少なくない。手術が必要なのは重度の追間板、ヘルニア、下肢の感覚ドーマや、麻痺症状のひどいものや腫瘍などがある場合だけである。激しい、急性腰痛症であるがゆえに、治療法、手術法は安静にして、様子を見るか、安静に加えて、湿布や鎮痛剤、パラセタモール、 ヒステロイド性抗炎症薬といった程度で消極的なものが一般である。予防策としては荷物などを持つ際に足場の悪いところで無理な姿勢で持つなどしないように心がけることや極端に重いものはなるべく持たずに済むように物の収納の方法などを普段から工夫しておくことも有効である。また、睡眠不足でなおかつ過労気味の時なども起きやすいので そのような労働環境に陥らないように防衛策、作業内容の調整やおけ転換の要望、転職などを講じるのも一つの方法である。可能ならば、普段から軽度の過度ではない程度の運動をして腰回りから背中にかけての筋肉全体が弱らないようにしておくこと、それなりに有効である。またゴルフをする人については、ドライバーの飛距離を争うようなプレーの仕方。 イコール背中から腰にかけて極端な負荷がかかる行為や、その目的の練習を避け、他の要素をゆったりと楽しむというのも一つの予防策になる。渡辺淳一の小説、愛再び、伝統者で、有賀智子という弁護士が主人公の元へ治療に、やってきて、壁戦センぎっくり腰を、ですから、そのまま訳すと、魔女の一撃というような意になりますがと説明する場面があり、 二人は恋人になっていく。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。